70から上人住んでる。名前の皆さん聞いて、揺れますかと聞いたんですよ。揺れない、日本と違う。日本は地震が多いでしょ。高い建物、揺れないは危ない。今後揺れたら危ないですよ。皆さん考えて、70回メートル上に行って、